マスターチーフペティオフィサージョン117つまり、マスターチーフは、ハロシリーズに登場する架空の人物で、主人公、プレイヤーキャラクター、特殊部隊隊員、XBOX、XBOX360 のマスコットキャラクターである。身長2メートル、体重130キログラム。オリジナル音声でのボイスアクターは、スティーブ・ダウンズが演じる。日本語音声による吹き替えでは、 谷正樹小山力也が担当。ゲーム本編では単にチーフと呼ばれるが、本名はジョンである。これはヘイロー3の最後で明らかにされるが、ヘイロー3の公式サイトでは発売日前に暴露されていた。国外で出回っているヘイロー、ザ・フォール・オブ・リーチなどの小説類ではこれよりも早く、本名が明らかになっていた。ちなみに、 テレビゲームのキャラクターという仕様上、本記事の画像はすべてコスプレであるため細部が異なる場合がある。マスターチーフはアメリカ本土において非常に有名なキャラクターである。アメリカにおける彼のキャラクターとしての立ち具合はマリオやソニック・ザ・ヘッジホッグ、ガラクロフトに並ぶと言われており、マダム達奏の老人形にもなった。ハロシリーズそのものが 全世界で2480万本を売り上げる人気作品であるため、その主人公であるチーフも当然注目を浴びている。しかしながら、コタクの評論家たちは、ジョンのことをあまり評価していない。彼らによれば、ジョンは、パワードスーツを装着して高い戦闘能力を保持する、ものの、あまりに無口であり、外見的特徴に欠けているため、 スーパーヒーローとしてあまりにも地味だとのこと。基本的にクールであり、無口で感情を出さない。あらゆる重火器と装甲戦闘車両及び航空機の操縦法に精通し、戦いを知り尽くしており、最強の兵士の名にふさわしい人物。素顔や経歴がよくわからないという設定が、わざわいしてか、実写映画版のハロでは登場できないと言われていた。なお、 テレビ CM、スターリーナイトでは、幼少時代ではあるが彼の素顔が確認できる。ヘイローさんの発売日にてジョンは、ヘイローさん発売日、当日、ニューヨークタイムズスクエアのナスダックビル前に出現、取引終了の鐘を鳴らした。ヘイローさんの発売日には、ジョン本人が、ビル・ゲイツと共に、ヘイローさんの販売を行った。ヘイローさんの発売日にはチーフが、 全世界で出没した。公式なイベントとしてはまず、ソフト発売日の夕方に、ニューヨークの証券取引所に出現し、バンジースタジオとマイクロソフトのスタッフたちと共に、その日の証券取引の終了を合図する鐘を鳴らしたという。これは、テレビゲームのキャラクターとしては、異例のことと言える。また、非公式なイベントとして、 マサチューセッツ工科大学の生徒によるいたずらがある。彼らは、ハーバード大学にある、設立者、ジョン・ハーバードの銅像を、マスターチーフにしてしまったのである。さらにチーフ愛用の MA5 アサルトライフルまで、再現するなど、ゲームも繊細であった。ジョンのことを説明する上で、AI のコルタナは欠かせない存在である。 彼女は全シリーズにおいてジョンと同調し、常に進むべき道に導いてくれる存在である。シリーズが進むにつれて二人の関係は親密になり、ヘイローに後半あたりからは、二人が恋人であるかの、ようなイメージを漂わせているが、現時点では、真相は不明。これに関して、バンジースタジオのスタッフたちは、ジョンとコルタナの関係はユーザーたちの判断に任せる。 方針をとっている模様。なお、スタッフの一人は、コルタナは、チーフの守護天使だと述べている。ジョンは単独でも、驚異的な戦闘能力を持つが、先導者として、アンスクの海兵隊と行動を共にすることも多い。そして、彼らの多くはジョンを見て、思ったより、背が高いなどと述べる。また、状況によっては、あえて良かったというものも数多い。 一方、ジョンを含み、スパルタン部隊は、惑星リーチで全滅したと知らされた、海兵隊員も数多く、ジョンを見て驚く隊員も多数存在する。ただ、4以降、あまりにも、俗人とかけ離れた英雄であるため、思うまま行くだけで命令はできないという不分立が、強く出回っているようである。コブナント側から見れば、スパルタン部隊は、 通常の海兵隊に比べてはるかに排除が困難であるため、イフの対象となっていたようだ。さらにジョンは聖なるリング、ヘイローを破壊したために悪魔と呼ばれている。コブナント側でもマスターチーフという階級名は掴んでいたものの、悪魔という名称が一般化している。XBOX360 のソフト、ヘイロー・ウォーズのタイムラインによると、 2517年8月17日に、キャサリン・ハルゼー博士によって、最優望候補者の少年、ジョンが、極秘裏に徴用されている。当時ジョンは6歳。そして2552年8月30日に、キース艦長率いる戦艦オータムが、惑星リーチを脱出。戦艦オータムには、惑星リーチを生き延びた、唯一のスパルタン、ジョンが同乗していた。 この時点でジョンは41歳と思われる。ただしスパルタンはたびたびコールドスリープを施されるため肉体年齢は一致しない。ヘイロー・ジョンが常に着用しているパワードスーツの一種である。ヘイローの時点ではマーク V でヘイロー2から新型のマーク6にバージョンアップする。また、ヘイロー5、ガーディアンズ以降。 マイナーチェンジ版のマーク 6GN2 となる。北欧神話に登場する最強の潜水、ミョルニルから名付けられた。スパルタン2プロジェクトにおいて、コブナントとの戦闘を前提に設計された、最先端の戦闘服である。機密式で、宇宙服も兼ねている。着用時の重量は0.5トン。開発者は、アンスクのキャサリニエリザベス・ハルゼー博士である。 ジョンは2517年、コロニー・エリダヌス2にて誕生。幼少時代の時に、スパルタン計画の対象とされ、ほぼ非人道的に徴兵された。この時彼に与えられた、アンスク、サービスタグは117。つまり、ジョン117という名前となる。訓練と、肉体強化による過程で、スパルタン2の世代は彼を含め30人程度まで、減少した。 その中にいた、ケリー、カート、フレデリックとは、仲が良かった模様。しかし、彼らの本拠地であった惑星リーチは、コブナント軍による襲撃によって破壊されてしまうため、大半のスパルタンが失われることとなる。ジョンは、惑星リーチでの攻防戦に従事するが、彼の正体は全滅。ジョンは、ジェイコブ、キース艦長の指揮する。 戦艦オータムに登場して、リーチから脱出に成功。戦艦オータムは、コブナント群を地球から遠ざけるため、ワープアウトの行き先がわからない、ブラインドワープを用いて逃走していたが、その先で彼らは、謎の感情惑星、ハローを発見する。しかしそれもつかの間、戦艦オータムは、ワープの穴をたどって追跡してきた敵に追いつかれて、猛攻を受け、 激沈寸前となったため、チーフは AI のコルタナをパワードスーツに内蔵して艦を脱出する。オータムに残ったキース艦長はオータムを操縦して、兵イに不時着するも、キース艦長はコブナントに捕虜にされてしまう。ジョンとコルタナは海兵隊員の生存者をかき集めて敵の捕虜となったキース艦長を救出。その後コブナントが ヘイローが巨大なパワーを秘めた兵器だと信じ、そのコントロールセンターを探していることをつかむ。コントロールセンターの争奪戦を切り抜け、コントロールセンター中央のコンソールにコルタナを侵入させる。そこには膨大なデータが眠っており、コルタナはヘイローの存在意義を知る。ヘイローはフラッドと呼ばれるパラサイトの牢獄で、それが解かれた際に使用される。 最終兵器であることを教えられる。正しくは、人間やコブナントを餌とするフラッドを餓死させるため、あらゆる生命体を根絶する究極の大量破壊兵器だったのだ。折しモチーフと別行動をしていた、キース艦長はフラッドを封印している研究施設へ、調査に出かけており、艦長を止めるために、 コルタナは大急ぎでチーフを向かわせるも間に合わず、キース艦長たちはフラッドに襲われ行方不明となってしまう。キース艦長の捜索を続ける中ジョンは突如として現れたヘイローの管理者343ギルティスパークと遭遇、フラッドの封印が解かれたためヘイローを起動する必要が出たとだけ言い、この起動キーを保管しているライブラリーへ案内される。 ライブラリーの中心部に眠るインデックスを入手した。チーフはモニターと共にコントロールセンターに向かうが、そこでコルタナから、ヘイローの真実を知らされる。ヘイローの軌道をも論むコブナントの最高権力者で、ある長老たちも、この事実は知らず、彼らはただ、人類を殺すための兵器であるとしか思っていなかった。人類はモニターとコブナントの両者から、 喉元にナイフを突きつけられた格好となったのである。この状況を打開するためチーフは、ヘイローのジェネレーターを破壊し、軌道を先延ばしすることに成功した。その隙に不時着したオータムへ向かい、この核ユ合ゴールを爆発させることで、ヘイローを破壊する作戦に出た。いくつもの風雨をくぐり抜けづらくもこの作戦に成功したチーフは、 ヘイローを破壊し、オータムに搭載された、長距離爆撃機に乗って地球へと帰還する。かくして、人類と、ヘイローを、人類を死滅させる、最終兵器と信じて疑わないコブナント、その本能に従い生命体を襲い尽くすフラッド、そしてそのフラッドを外界へと放出しないよう、ヘイローを起動させようとするモニターたちとの四つともへの、戦いは幕を閉じた。 この戦いで生き残ったのは、ジョンとコルタナのみであった。くしくもこの行為が、敵対者であるコブナントの命までも助けることとなったのだが、真実を知らない彼らにとって、宗教的シンボルの破壊により、人類に対して、さらなる憎悪を抱いてしまう結果となったのだ。なお、ヘイロー、コンバットエボルブを、最高難易度でクリアすると、 黒人軍人であるジョンソンが最後を悟り、敵エリアンの一人と和解して包容したまま、爆死するが、後の、ヘイロー2、ヘイロー3では、最重要人物の一人として登場するため、パラドックスが発生している。ゆえに、ジョンソンの脱出の経緯は描かれていないものの、実際にこの戦いで生き残ったのはチーフ・コルタナ、ジョンソンの三人である。物語は、コブナント視点により、 コブナントの聖なる宇宙船都市ハイチャリティにて幕を開ける。前作で聖なるヘイローをミスミス破壊されて逃げ帰ってきたコブナント軍の司令官が裁判にかけられていた。彼は異端者として夜勤を刻まれ死刑と同等の厳しい判決を言い渡される。しかし彼の有能さを知っていた預言者たちは 予言者直属の兵士、アービーターとなることで救済をすることを約束し、彼はそれを受け入れることになる。一方、ヘイローでの戦いを終えて、マスターチーフは地球へと帰還するが、コブナントの指導者の一人、開梱の予言者が率いる艦隊が地球への攻撃を開始する。アフリカのニューモンバサの地中部核には、ヘイローに関連する遺物、ポータルが埋まっており、このポータルは、 銀河系に7つ存在するすべての兵路を遠隔操作できるための鍵であるとコブナントは信じていた。コブナントの最高指導者は3人いるが、そのうちの1人である開墾の預言者の独断による勇み足であった。地球の軌道上には300近くの防衛プラットフォームがあるものの、コブナントは不評反送艦でステーションの制圧に乗り出したため、マスターチーフは 配備されていた海兵隊員たちと共にステーション回路を防衛する。戦闘の過程で隣接する宇宙ステーションのアテネ、マルタが破壊されるが、それは AI コルタナの分析により、コブナントが内部で爆弾を使用したことが判明する。チーフは早速、ステーション回路内部で持ち込まれた爆弾を発見し、宇宙空間へ飛び出して、爆弾をコブナントの戦艦に変装した。 艦隊や防衛プラットフォームは前線したものの、数隻のコブナントアサルトシップが地球に侵入。チーフは入門バサに着陸した敵司令官、開墾コンの予言者を始末するため、現地部隊と協力するが、手の届くところで予言者は地球からワープで離脱を試みる。予言者を追跡するため、チーフはミランダキース中佐の指揮するフリゲート、アンバークラッドに便乗。 カンは予言者の船と共にワープし、第二の降臨、デルタ、ヘイローを発見した。新たなヘイローの発見で喜び散んだ予言者たちは、その軌道を間近で見ようとハイチャリティごと新しい、ヘイローの近くへ移動してきた。カイコンの予言者は、デルタヘイローの巨大な古城にある神殿とおぼしき場所に、コブナント兵を率いて籠城していたが、チーフは、カイコンの予言者を始末する。 しかし、この予言者の絶命を知ったコブナント艦隊は、神殿もロトもチーフを爆撃し、これから逃れられず故へと沈んでいってしまう。ちょうどその頃、デルタ兵イローの機動インデックスの回収を任されたアービターはライブラリーへ単身向かい成功する。しかし最近対等してきたコブナントの新たな種族、ブルート族の長であるタルタロスの裏切りによってがけから、 突き落とされてしまい、アービターの手柄を横取りされてしまう。チーフとアービターは、デルタヘイローの底で、フラッドの親玉であるグレーブマンドと出会う。グレーブマインドも、また、ヘイローの真実を知る一人であり、利害の一致でこの三人は、連携を組むことになる。チーフは、コブナントの親玉である予言者を止めに、アービターは、デルタヘイローの起動を阻止するため、 コントロールセンターへ向かわせられる。しかしチーフが向かった時には時すでに遅く、別の指導者である真実の予言者は、ヘイローの作動キーであるインデックスを入手していた。グレーブマインドも予言者たちを止めるためにハイチャリティに乗り込んだが、そのせいでハイチャリティがフラッドに汚染されてしまう。アービターはタルタロスを始末しなんとか、 デルタヘイローの軌道を止めることができたものの、軌道途中での強制終了という形で阻止したため、銀河系にあるすべてのヘイローが、インデックスなしで軌道できる、待機状態へと移行してしまう。そのタイミングで、真実の予言者は大艦隊を率いて、地球を侵略しようとハイチャリティを出発する。アフリカの地下に眠るポータルの発掘に向かったのである。チーフは、 真実の予言者を止めねばならないが、汚染されたハイチャリティを操って、フラッドも地球へ向かう可能性がある。地球でフラッドが暴れ出すと人類は滅びてしまう。その時はハイチャリティを自爆させて、フラッドを食い止める必要があるため、コルタナはその場に残り、チーフのみ単身で真実の予言者の乗った宇宙船に飛び乗ることになる。 敵の宇宙船で地球に帰還したマスターチーフに対し地球防衛プラットフォームで指揮を取るアンスク司令テレンスフッド卿は問う。なぜ予言者と同じ船に乗っているのかと。そしてチーフは答える。さあ、フィニッシングディスファイトと。マスターチーフが地球に帰還すると戦いの事情はかなり変わっていた。コブナントの一角をなすサンヘリ族がコブナントから離反し、 人類と手を結んでいたのである。彼らと協力して真実の予言者を倒すことになるのだが、そのままチーフの視界には宇宙の彼方に置き去りにした相棒コルタナの姿が映りやまない。感情をあらわにしない彼が明らかに彼女の安否を気にしているということである。真実の予言者はアフリカで発掘した巨大な遺跡に陣取り、それを囲むように軍を配備。 ハリネズミのような防御陣地であったが、チーフは、エリートの調停者、アービターや、海兵隊員たちと共に、これを突破。防衛線に穴を開けることに成功する。すかさず、テレンスフッド凶率いる、アンスク艦隊の生き残りは予言者の船に総攻撃を仕掛ける。だが、予言者の船は、遺跡上空に出現した、異次元へのホールを潜って、どこかへ消えてしまう。 さらに悪いことに、どこからかワープしてきた、コブナントアサルトシップが墜落。それにはフラッドが乗っていたのだ。だが、実はこの船は、コルタナのメッセージを載せた、伝書船であったのだ。コルタナのメッセージによると、宇宙の彼方。つまりあの異次元へ通じるホールの先には、アークと呼ばれる、古代文明の遺産があるという。これを使えば、 ヘイローを起動せずにフラッドの海を永遠に葬り去ることができるというのだ。だが、フッド教は預言者を追跡することに反対した。地球は人類にとって最後の取り出であり、ここを守らなければならなかった。しかもコルタナはグレイブマインドと呼ばれるフラッドの王に囚われており、ハッキングされこのメッセージ自体が罠という可能性もあったのだ。だが、チーフは 断固、コルタナを信じていた。しぶしぶ、フッド卿は予言者を追跡するため、気候部隊や兵員を満載したフリゲート艦、フォワード・オント・ドーンを、エリートの艦隊に編入させるのであった。遺跡の上空にできた、ワームホールは確かに、銀河系に7つ配置されている全てのハロー、遠隔操作できるアークへ繋がっていた。ここは、 ヘイローを建造する機能もある母艦のような場所でもあり、第一作目で失ってしまった、ハロレイオンが、まさに建造されている最中であった。コルタナは、未完成のヘイローを起動すれば、その影響は、限定的で、アークに集結しているコブナントたちだけを葬り去る、ことが可能だということをチーフに伝えたかったのである。グレーブマインドが操るハイチャリティもポータルへ到着し、 一網打尽とする作戦の場が整った。チーフは、ハイチャリティに残ったコルタナを助けるため、一旦アークを離れて、ハイチャリティへと向かう。ハイチャリティの汚染はひどく進んでおり、周囲は肉塊だらけとなっていた。コルタナとの再会を果たした時、コルタナは懐かしいものをチーフに見せる。第一作でずっと持っていたままであった、ヘイローレイオンの 起動インレックスであった。これで、ヘイローを起動すれば、すべての戦いを終わらせることができる。チーフは、ハイチャリティのジェネレーターを自爆させてから脱出した。未完成のヘイローに向かったチーフは、フォワード・オント・ドーンによって別ルートで乗り込んできた、アービターと合流し、ヘイローを起動する。しかしこの段階での起動は、ヘイローにとって、想像以上の負担であった。 再び崩壊する。ヘイローからドーンへ戻って脱出しようとするが、崩壊スピードがあまりにも速くなかなか思うようにいかない。二人は、なんとかドーンに乗り込んだが、チーフは搭載している荷物で足止めを喰らい、アービターがドーンを操縦することになる。ヘイローから離陸して間もなく、ドーンは地球へ向けて緊急ワープを行うが、ヘイローの爆発にギリギリ間に合わず、 戦隊後部が爆発に巻き込まれてちぎれてしまい、アービターが乗ったドーンの全部のみが地球へと帰還する。この決死の作戦でコブナント軍は壊滅し、フラッドも滅びた。すべての戦いは終わったものの、チーフは任務中死亡の扱いとされる。ヘイローの爆発で反壊して宇宙を漂流するドーンの中でコールドスリープについたマスターチーフは、 コルタナの呼びかける声に目を覚ます。コブナント戦争が終結してから4年が経過していた。コールドスリープポッドから飛び起きたマスターチーフは、コルタナが入るチップを抜き取って状況を確認するため観測デッキへと向かう。そこで滅んだか人類と急戦したはずのコブナントの艦隊とドンを引き寄せる大尊級レクイエムを目撃したのであった。 レクイエムへと墜落した後、コルタナの異常に気づき問い詰める。彼女は、稼働から8年経過しており、ランパンシー状態を迎え、最終的には死を迎えることを知るのだった。コルタナを治すためにも、地球へ帰還するべく、コブナント1000のダッシュを目的に探索を開始する。そこでビーコンを感知して、救助に向かってきたインフィニティからの微弱な電波を拾うも、 妨害電波によって塞がれ、さらにプロメシアンと呼ばれるレクイエム固有のフォアランナーマシンの襲撃を受けた。チーフとコルタナは妨害電波の発信源を特定して惑星の中心部にある通信装置と思われる球体にアクセスし、妨害電波の元を排除することに成功する。しかしそれは自身を解放させるためのレクイエムに収監されていたフォアランナー、ダイダクトの罠だった。 コールドスリープ装置、クリプタムの中より復活した、ダイダクトはチーフを排除しようとするも何とか脱出に成功する。しかし奮闘も虚しく救助に来たはずのインフィニティも墜落することになった。ラスキー中佐や新たなスパルタン部隊らと合流を果たし、フォアランナーとコブナントの連合を排除、それからレクイエムから脱出するための強行突破作戦に参加。 成功させた。作戦中に、ライブラリアンというフォアランナーの残した、彼女を限りなく近く模写したその魂のかけらとも、呼べる AI と開口を果たし、彼女の口から、フォアランナー、大ダダクトそして人類とは、何なのかを知ることになる。遥か昔、銀河の覇権を握っていた、フォアランナーは急成長した古代人類の侵略を受け、宇宙戦争を始めた。 この時に将軍として、フォアランナー軍の選手、オリアーサーバントたちを率いて、人類に立ち向かったのが、ダイダクトである。ダイダクトは、勝利を収め、罰として、人類の文明を解体した。具体的には一度滅ぼした後に管理調整のもと、再生させることで生物種としての力を奪って、全く新しい種族と言ってもいいような劣化した状態に作り変えてしまった。 だが、フォアランナーは戦争の最中に未知のパラサイトであるフラッドと遭遇。さらに、古代人類がフラッドの脅威に追われ侵略戦争という手段で消耗される物資やコロニーを補充していたこと。戦争終末期にはもはや侵略の意図もなかったことが発覚。そして直後に疲弊した状態でフラッドを相手にすることになる。 そこからフラッドへの対抗と研究が進み、ついにフラッドや人類を絶滅させる最終兵器、ヘイローは作られたのだった。この研究の過程でコンポーザーと呼ばれる装置が生まれていた。これは生体を AI 上の電子生命体にデータ化し、無限の命を得るべく生み出された装置だったが、データ変換後は人格を保てず元の有機生命体に戻すことも、 不可能だった。致命的な問題を抱えたこの研究は、古代人類から、フラッドの対策法を聞き出すための拷問への利用など、非人道的手段に使われたきり利用は、中断されていた。しかしダイダクトはこれに目をつけ、データ変換した AI に、機械の体と武器を持たせディフェンス AI として、再利用することを提案した。機械の体にフラッドは規制できないからである。 そしてその材料として目をつけられたのが解体した人類だった。ライブラリアンとの対話の中でマスターチーフはこれまで戦っていたプロメシアンこそがダイダクトの作り出した対フラッド用ディフェンス AI であること、つまり自分と同じ人類であることに気づく。ハロ計画に頼らずフラッドに対抗しながら先の戦争の払いせも行えるコンポーザー計画はダイダクトにとって 都合の良いものだった。しかし、人類の日ごさだったライブラリアンはそれを心よく、思わずダイダクトをレクイエムに閉じ込め、コンポーザーを奪い、インストレーション03に隠したのだった。そしてアークで、ヘイローが起動され、ライブラリアンは、アークポータルの設置後に、地球で死亡した。銀河にはいくつかのフォアランナー天体が残された。 その中には研究のため保存されたわずかな数のフラッドを隠したヘイローアレーとレクイエムを含むシールドワールドも含まれていた。そして約10万年後、リクレーマーであるチーフがレクイエムに乗り込んだ時にダイダクトは目覚め、人類との戦争を再開したのである。ダイダクト打倒すべくマスターチーフはライブラリアによって遺伝子に埋め込まれた能力を解放された。 復活した、ダイダクトは再びコンポーザーで人類をデータ化して消去する作戦に出て、まずは、ヘイロー03に隠しておいたコンポーザーの回収に向かおうとした。しかも悪いことに、人類絶滅をもくろむコブナントたちもまた諦めて、おらず、目的が一致したことで、ダイダクトとコブナントは手を組むことになる。チーフは、ダイダクトを止めるために協力を求めるも、 インフィニティのデルリオ艦長は新たなる敵である、フォアランナーとの戦争に備えるために、地球への帰還を優先した。しかも時代遅れの兵器であるチーフとコルタナを排除しようとしたため、チーフは艦を降り、単独で大ダ,ダクトの発信を阻止する。だがコルタナのミスにより失敗した。そこでチーフは、コブナントの船に飛び降りて、大ダ,ダクト追跡、零散こと。 ガンマヘイローにたどり着く。そのヘイローは人類がすでに発見しており、発掘と研究の作業が軌道上の宇宙ステーションイバノフ研究所で進められていた。コンポーザーもまたこの宇宙ステーションに保管してあったのである。ステーションの職員を助けつつそこの責任者にコンポーザーの破壊を求める。最初は拒否されるモチーフの説明により承諾した。 それから、兵士や職員脱出のため防衛システムを再起動するが、コブナントの猛攻とダイダクトの不可思議な力により、コンポーザーはダイダクトの手に渡ってしまう。ダイダクトは手始めに宇宙ステーションの職員たちをデータ化し、ステーションは壊滅してしまう。その後地球の位置をあり出した。ダイダクトは地球へ向けてワープの準備をする。しかしチーフはライブラリアンによって、 コンポーザー体制を得ていたためこの攻撃を生き延びた。その後ステーションから持ち出した、ハボック核爆弾を手に、宇宙戦闘機、ブロードソードで、ダイダクトを追跡、ダイダクトの乗る宇宙戦艦が、スリップスペースを行うのに、ま一発紛れ込んだチーフは、コンポーザーの破壊を目指した。地球へ、ジャンプ後、インフィニティの支援を受けて内部に突入。 そしてコンポーザーの前までたどり着くが、ついにコンポーザーが起動され、地球に照射されてしまった。急いで、セキュリティ機能を解除し、コンポーザーを吹き飛ばそうとするが、ダイダクトに阻まれ、フォアランナーアーマーの引き積力操作能力により、作られた、見えざる巨大な手のひらに捕獲され、粉々に握りつぶされ、そうになる。だが、船のシステムに置き去りにされたコルタナが、 命がけの特攻を試みた。ライトブリッジを変化させダイダクトは束縛。チーフはパルスグレネードを埋め込み起爆。船をスリップスペースへ突き落とした。そして手動で核爆弾の起爆に成功したチーフは、またしても人類を助け、彼もまた無事にインフィニティへ帰還することに成功したのである。だがコルタナはここで力を使い果たし、 残された力で実体化し、チーフと法要を交わすと、闇の中へ消えていった。スーツを新調し、しばらくインフィニティに所属し任務を遂行していた、チーフだが、ブルーチームのフレデリック、ケリー、リンダラと共に、コブナントから鬼研究施設、アージェントムーン確保を遂行している最中に、コルタナから、メリディアにへ向かえとのメッセージを受け取る。しかしアージェントムーンに、 コブナントの大艦隊が迫ってきたため目的を確保から爆破に変更、その後連絡でインフィニティにコルタナを追うと通信すると別チームが当たるため帰還せよと指示を受けるがチーフらブルーチームはこれを拒否無断でメリディアンに向かった。その後アンスクでは無許可理隊が宣言されチーフはファイアチームをシリスに追われることとなった。 惑星、メリディアンのアポジステーション内部の鉱山、ガーディアンの手前でチーフを拘束するために追ってきた、オシリスラと出会い一戦マジエルもガーディアンに乗り込み、惑星ジェネシスへやってきた。そこで、コブナント、プロメシアンとオーデンエターナルの三つどもえを突破、コルタナと再会する。彼女は、ダイダクトの船に取り残され、その船がここジェネシスにスリップスペースジャンプをして、ここにたどり着いた。 そして AI が7年を超えると発症するランパンシーがフォアランナーの全銀家計を包むネットワークシステムドメインにつながったことにより治ったのだとチーフラに説明した。コルタナを追い探索を続けるチーフラだがその間にチーフはコルタナの継承への手伝いを知らず知らずにされていた。会話を重ねるうちに コルタナが危険であることを感じ、身柄確保から救助に切り替え追ってきたオシリスら、ロックとも和解するがウォーデンとコルタナにより、人工島民装置、クリプタムにらわれる。ロックらオシリスに救出されその後惑星サンヘリオスへ帰還し、アービターやハルゼー博士と、再会、遅かったわねと言われた。ジョンは、テレビ番組への出演を果たしており、具体的には、 マッド TV のエピソード1305に出演した。ジョンは、とある一家の長女のボーイフレンドという設定で、タイトル通りその一家のディナーにお邪魔するという内容である。両親がアーマーで全身を包んだジョンをエイリアンだと勘違いするあたりまでは常識的であるが、その後ジョンに出会えて喜ぶ長男にグレネードをプレゼントしたり、食事をするというのにヘルメットを脱がないなどの、 非日常的な振る舞いを見せた。ファミ 2XBOX360 などの雑誌でも取り上げられたため、ハロシリーズのユーザーでなくとも知る人は知るイベントである。しかし、後にこのゲームに登場するのは、マスターチーフではなく、同じ外見をした違うスパルタンということが公開された。詳細は、該当記事かスポールトン -458 ニコルを参照。 ハロシリーズ同様、マイクロソフトゲームスタジオ発の RPG、フェーブル2にもミンストレルチーフとして登場。コナミデジタルエンタテインメントの XBOX1 版、スーパーボンバーマン R 専用キャラクターとして、マスターチーフボンバーを収録している。アンスク特殊機構部隊、スパルタンに所属の兵士ボンバーマン。キャラクターボイスは、原作と同じく、小山力也。 スティーブ・ダウンズ氏。ゲームアイコンズ・をイラブ・ハット、e t、http コロンスラッシュスラッシュ w w w m a d a m e t u s s a u d s c o m スラッシュハリウッドスラッシュ ou rfigures スラッシュ movi ech a r a c t e r s スラッシュ masterchief.aspx ハットシリーズ第一作、ヘイロー。 コンバットエボルブでは、全10章中彼が喋るのは1章、5章、8章、10章のみである。http://japan.gamespot.com スラッシュニューススラッシュストーリースラッシュ例、G e、38億7万6565、2036万5117。 零零、htmhathttp コロンスラッシュスラッシュ www.gpara.com スラッシュ kai-gainews スラッシュ eanda スラッシュ2007092801スラッシュインデックス p h p p c 版、ヘイローに付属マニュアルより、日本語版において、チーフは重大な発言ミスを犯している。詳細は、 ヘイローにストーリーエンディングの語訳を参照。キャラクター。スーパーボンバーマン R 公式サイト。コナミデジタルエンタテインメント。2018年6月27日閲覧。h t t p j a p a n e s e i n g a j g e t c o m 2 0 0 7 0 9 0 9メダームマスターチーフ達走。 http://japan.cnet.com スラッシュニューススラッシュビズスラッシュストーリースラッシュ0 20億5万6千20、2036万9797から23、00、htmhathttp、www.4gamer.net、ニュース、ヒストリー。 2004.0120兆401億1611万700ディテール HTML ありがとうございます。